行かない？プール？うん、近くに大きなプールがあるんだって。みんなで行こうよ。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。あって、くつろぐの早っ。遅くなってしまった。誰だ？ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですな。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4、プラン B に移行いたします。
より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるのです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命だと実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。止まれるものか。十の鍵を持つ少女と二の鍵を持つ少女、十二の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。首位には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆうべ何かあったか？何でもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで。ね、ウェンディ。え、私に振るんですか？はい、昨日は何もありませんでした。ふーん、ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。ミラさん、あら、え、ええ、ほう、ギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んで、ブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ？来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。わー、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え？なんでお前と組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、カグレさん。お会いできて光栄です。こちらこそ。ブルーペガサスの一夜殿と組めると。この私が負けるなど。
君が悔やむ必要はない。全ての責任はこの私にある。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。でもこっちはこっちで。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために死力を尽くし功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよんな約束。結局こうなるのね。それでもグレイ様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。 D チームの対戦相手は、レイブンテール。毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ラクサス、頼むぞ。ああ。フェアリーテイル B、 ラクサスドレアバーサスレイブンテイル、アレクセイ。試合開始。こいつは何の真似だ。一対一の試合じゃなかった。全部叩き潰してやる。話にならないな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぞ。クソエシ。何の話だ。本当に知らねえんだけどな。ま、何でもいい。まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。ナルミカズチ。試合に出ておったのか。フェアリーテイルが勝ったんだよね。レイブンテイルが幻影魔法を使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか。ともあれ、ラクサスがウェンリーとルーシーの仇を取ってくれたんだね。お知らせします。
協議の結果、レイブンテイルはマスターの出場人数違反で失格となりました。レイブンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。さすがラクサス、レイブンテイルに勝ったわ。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内からまがまがしい魔力が漂っている。私は調べに行ってくる。私も行こう。相手がゼレフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。これは仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストガン、フェアリーテイルの大切な仲間だ。そうだ。向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう、正体を確かめるぞ。すまない、急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストガン、マスクが。ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは敵。殺す。なんとはどこだ。こっちだ、こっち。早く止めてくれ。このままではまずい、今は逃げるぞ。ジェラールが。もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまない、奴らがかくまっていたのか。危なかったな、あれはマーメイドヒールのカグラ三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。世界を厄災から守るために、あの魔力を追う。俺は行くよ、エルサ。ジェラール、罪とは簡単に消えぬものなのだな。レイブンテイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば、奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの。いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ。言わんから聞いたのか。欲しがってるようだったな。
まったくあのガキは。エアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。ラクサス、分かっていただけますか。変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンのやつはどこでその情報をつかんだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。泣いてなんかないです。泣いて、泣く、ふえ。初代が？ラクサス、あやせ、これ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔党演舞と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。あ、ルーシー様。雪乃、久しぶりね。元気してた？私は大丈夫です。それよりセイバートゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな、お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているもの。今日の競技パートは何かな。魔力測定？なんだろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。やったー、結構いったんじゃない。しゃあ、全力を叩き込んでやったぜ。さて、バトルパートの相手はと。ちょうどよい、皆集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだ、そんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろとな。点数はどうなるの。低い方に順ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテール合同チームの初の相手は
セイバートゥース、フェアリーテールはナツとガジル、セイバートゥースはスティングとローグ、どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。夢のドラゴンスレイヤー対決、ついに実現。まもなく試合開始です。ナツ、ガジル、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちならきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合開始。やっけ。やっぱ強えな。こうじゃなきゃ。ガジル、お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。倒したんじゃない、殺したのさ。この手で。自分の親じゃなかったの。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ。行くぜ。放流拳、白竜の鉄拳、白竜の矛、ガリュー、ゴー。簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君、分かってるよ。レクター、約束だもんな。なんだこの魔力は。第三世代の真の力におのぬくありえん。自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース、まだまだ来いよ。また戦おうな。強すぎるよ、ナツさん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者、フェアリーテイル。ソウリュー、敗れたり。Ha!
俺まで吹っ飛ばしやがってサラマンダ絶対ぶっ殺すつうかここどこなんだん？なんだこりゃドラゴンの墓場止まれも正体を明かす。お前も正体を明かせ。そんな。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉エクリプス、そして竜王祭。よし